はい、こんにちは、辻田です。今日はジェラトドスイベントをするために東京のパチョー前にやってまいりました。今日もガチハンの枝豆さんについてきていただいてます。こんにちは、枝豆です。今日はジェラトドスの素材も欲しいんですけど、牛玉のかけらをね、ガチガチに効率的に集めていこうかなと思います。枝豆さんが4周目、私が5周目なんで、私から見えてる星9は枝豆さん視点で星8なんですよ。でジェラトドスに関してはちょっとまだ星9を討伐できる戦力が我々にはおそらくないので、星9のジェラトドスは枝豆さんに貼っていただいて、枝豆さん視点で星7のジェラトドスは私が星8だから私が貼る。もう10個出しちゃう。10個出しましょう。流玉のかけら、今日ジェラトドス私の画面だと星9なんですけど、枝豆さんの画面だと星8です。あ、じゃあ枝豆さん貼ってください。雷ライトは今ちょっと強化したくないんですよね。うん、ジンオーガがね。そう、12月のジンオーガ。あー、良質なロッカー。これすんごい坂。嘘、全力坂。アクションカメラの手ぶれ補正の力を見てください、皆さん。人通りの少ないところで一人でプレイするのはやめましょうね。女性じゃなくても男性の方もね、普通に危険なので、暗いところに行くときは2人以上で行きましょう。僕、外国人の、あ、特にヨーロッパ系の男性にすごくモテるんですよ。そのヨーロッパではもしかしたら僕はすごくその容姿がいいのかもしれない。こういうのはでも話喜ぶ女性多いから、今これ枝豆さん多分女性人気取りに行きましたよ。入りました。一応通しよっかな。ダメですよ、自分だけ流玉のかけらゲットしようとするのは。なんか流玉のかけらの出る部位って結構決まってたりするんですかね。どうなんでしょうね。もう最近X で2個引きをする人を結構見るんですよね。おお、なんでしょうね、流れみたいなのあるんですかね。あるのかな。私もでも2個、最初の2回2個引きだったんで、グロ画像ってお見せしたやつ、そっから400頭溜まったんで。やっぱちゃんと収束するようにできてるんですかね。かもしれない。あー、壊れない。僕も SP。 はい、お任せします。あー、ダメか、外したでしょ。ねえ、外したでしょ。外しましたよね、今ね。ちょっと、あー、我流玉。私から見えてるのは星9なんですよ。あと星5もいます。星8、お願いします。あと今星5が見えてるんで、そっちも貼りますね。やっぱペアだと早いですね。ヒレ出ました。あと、はい、49個。先が長い。いや、私まだ流玉のかけら1個も出してないんですよ。流玉のかけら効率的に出すための動画ですから、出なかったらもう企画倒れですよ。僕出てるんで、僕がいっぱい出したら効率が良かったっていう結果で終われるんで。枝豆さんが一生懸命私に喧嘩を吹っかけて動画映えをしようとしてくれるんですけど、枝豆さんの普段の優しさを知ってるんで、どう対応していいかわからないですね。嘘だ、嘘のやつだ。もうマジだ。住宅地だから声を抑えました。倍にします。しかもヒレまで一緒にゲットした、嬉しい。いやー、でもまあ大量ってほどでもないですね。徒歩1時間で各1個ずつ出たら、まあまあ、しかも全部星8、星9狩猟してるわけじゃなくて、もうほんとジェラトドスとドスジャグラスの星9だけ狩猟してて、これだけ出てるなら大量じゃないですか。もしかして要求値上がってます？今回の課金パックめちゃくちゃお得じゃないですかね。部の方、あ、やばいです。やばいですよね。スマホ版もやばいんですけど、ウェブの方の課金アイテムがマジでやばくて、半額以下。そう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 。ハロウィンパック、うん、どれぐらい買いました？いや、でも20個ぐらいですよ。いや、でも20個。課金は月3万までって決めてるんで、そう、その範囲でいっぱい買いました。この辺で待機してるのが一番いいかもしれないですね。あと4分か。
一回試しにこの状態で飛びかがって星球やってみます。あ、やってみましょうね。一回まだ強化できてない状態で。あ、僕グレード級なんで。まあ私はプレイヤースキルでカバーしますね。僕もちょっと伊達天の時の気持ちで何も言えねえ。フロンティアガチじゃない人は特に精度がめっちゃいいですもんね。うん、のおおおっと、あ、これぐらいやらないと結果出ないんで。なるほど、私も SP 貯めずに来ちゃったから硬いですねこれ。硬い、カッチカチ。2人で SP2 発打ってもちょっときついかもしれないですね。これは私がグレード9になればワンチャン。そうですね、ありそう。85から9はめちゃくちゃ上がるからやっぱそこですよね。イベント終了後に勝てるんじゃないですか。そう、ヒレさえどうにかなれば。有力のかけらはありますもんね。有力のかけら今10個持ってるから。あ、でも10個だとなんか8個使って残り2個だから、あと4つ出さなきゃいけないから2個出さなきゃ。じゃあそろそろ18時になりますが切り替わるんでしょうか。まずそこだよね。あ、でも18時は切り替わりますよね。18時は切り替わるんだ。中国は19時です。19時ですね。あ、ボルボロス、あ、待って、めっちゃめっちゃいる。1、2、3、4、5、6、7、9ぐらい見えます。いますね、めっちゃいる。完全にジュラトボスウィーク大量発生です。初回は一体何だったのか。え、どう行きます、お任せしていいですか。あ、いいですよ。地図あっても絶対逆方向行くんで残念ながらただ星9の狩りやすそうなモンスターいないですね。じゃあ行きますか。あとヒレ1個で強化できるから。僕のグレード9砲丸で銅を破壊しますよなんでそんなマウント取ってくるんですか今日来たー、ヒレ来ました。見て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 、ほらほらほら、私の見て、来た尖った爪44個足りない尖った爪と翼竜の皮は一生足りないですね、ほんとね。言葉あってもすぐなくなりますからね。よし、もうしばらく大丈夫って思ったら全然そんなことないもん。もうハンナーは私に暇を与えてくれない。うん、都庁、これが都庁です。モビルスーツが埋まってる都庁です。軽井沢で撮影した時めちゃくちゃ人がいて、めちゃくちゃ見ていただきました。私を中心に楕円状に人が私のことご存知なのかしらっていう感じの反応で、なんかいるから取り囲んどくみたいな感じ。有名な方なのかしら。そうそうそう、そんな綺麗なマダムとかに取り囲まれました。冬の一芸はね、辛いので。どうされます、冬。冬僕普段と同じペースでやってるんで。手袋とかタッチペンとか。素手ですね。素手で強い。私ちょっとタッチペン練習してみようかなと思ってまして、寒くなっちゃうと体に悪いし、健康のためにモンハン直してるのに意味がなくなる。さあさあ、日比谷公園の中に3匹いましたよ。新宿中央公園です。あ、新宿中央公園です。はい、ではジラドウス星7がいたんで頑張ります。そうだ、私しっかり忘れてましたけど、尖った爪がないと強化できないんだ。何の素材が必要かも分かんないんだ。めちゃめちゃデニーズしてましたね、ここ。私住んでた時あっちで住んでたの。いくらでしたっけ。家賃11万です。安い安い。8畳あって 1DK で新宿でその値段はもういいですね。事故です今もお墓の隣に住んでます。でも別に、はい、何もないですよね。何もないですね。なんかたまにライトがチカチカしたりとかありますけど。あ、星7入りました。お願いします。大丈夫ですか。大丈夫です。足の部分だけ切り抜いて動画にしますそっか、そういうこともできるんですね。そう、インスタ360ならね。ただやっぱ編集は大変ですね、これはね。大変だし、あのファイルが重いから、相当いいパソコン持ってないとそもそも編集できないかもみたいな。冬だとあったかそうですね。あったかす、あっつあつで、つあつホッティーです。おー、レアヒレ2個。おー、ナイス。ヒレ出なかったけどレア5とレア4が出ました。ヒレ一番欲しいです。
ぶっちゃけ。なんかここにもう剥ぎ取りナイフ使うか悩むレベルです。あ、わかる。わかるよ。さすがにちょっとレアにレアさんはもう最近は剥ぎ取りはやらないようにしてます。初期はやってましたけど。そうですね。ね、スタートダッシュだーっつって。はもう流玉のかけらだけにしてましたね。おお、パオルム星9とジラトドス星7、星8がいますね。あとちなみにその隣にプケプケ星9もいます。ああ、これ9なんですね。どうしよう、どうしよう。私雷ライトあんま強くないんですけど、でもプケプケ柔らかいからな。いけそうな。いや、これもいっちゃいますか。枝豆さんはこのイベントが終わったら5周目に入りますか。そうですね、入ろうかなと思ってます。もうレウス倒すだけなんで。あ、じゃあもう一緒に回る旨味ないですね。最終回前回も言ってませんでした。言ってましたね。でも僕5周目入ったらあのもうグレード10の1とかもう10の3ぐらいを目指すんで、うん、もうキャリーしますよ。キャリーされちゃおっかな。ベースキャンプ待機で応急薬全部取っときます。1人で9個取った上に3つ捨てて全部取れます。でマイクに向かって蜂蜜ください。尻尾切って役目でしょ。大都会東京ですね、ここ。じゃあパオルム星9いきましょう。これはソロでいけます。おい、つまりいけなかったら僕のせいですね。頑張りましょう。灯体狙いますね。わかりました。よいしょ。じゃあもう膨らんだら、あ、SP 打ちますね。 OK です。え、いけそう。超やろこれ。ダメージが半端ない。あ、吸われた。よいしょ。あ、SP が。あ、でもこれで流玉のかけらチャンス。よいしょ。ずるい。ずるくない。ずるい。今 SP 頭に当てたんで灯体発火してくださいよ、ダメさん。じゃあ見せてやりますよ、破壊を。うわー、ナイス。あと10秒。これでじゃあダブル流玉ですね。いけましたね。え、でも失敗したのは私だけだから、私だけじゃないですか。あ、ダメでした。あ、応急薬がなくなる。僕まだ3個残ってますよ。うわ、マウント取られた。今日なんか片手だからどうしても被弾しちゃうんですよね。桜レイヤーのマルチ会の時に思ったんですけど、枝豆さんだけ片手でやってますよね。他の人みんな両手でやってました。私も両手なので。両指がいるところはあります。両指の方があの精度が上がります、やっぱり。という個人の意見ですけど、他の人はみんなやってましたよ、両手で。残りの2人弓だけど、変に押しちゃったりするんで。あ、僕は片手ですね。お手って大きいからでしょうね、きっとね。私ちっちゃいから。それはあるかもしれない。うん。あー、星レア4です。出なかったんですか。出ません。おかわいそうに。まあ、僕食らってないですからね。ブブ漬け食べますか。言ったことない。都市伝説的な話ですよね。そうですね、ばあちゃんすら言ったことないですね、多分。頭破壊できなかった。あと6分ですけど、どうします。星9のやついきます。取れ高的に欲しいならって感じです。流玉のかけら欲しくないですか。欲しいです。行きましょう。火属性に弱いモンスターがドスジャグラスとプケプケとボルボロスとレギエナだ。レギエナをソロで星9狩猟できるようになりたいから、ってなると多分おそらくレースバスター G10 ですよね。もしかしたら G95 とかでも狩猟できるかもしれないですけど、あのギリギリになっちゃうんで。安定だとやっぱ11か12ぐらいですよね。欲しいですよね。あのジョナサンも来てました。私中野坂上にも住んでたことあって、そう、この辺も来てましたね。多いですね。引っ越しはです2年単位ぐらいで、はい。あの契約更新で引っ越しちゃうみたいな。不動産屋さんのホームページ見るのが趣味で。あ、一緒ね。え、こんな辺あるんだ、ここ安いんだみたいな。で、自己物件でだいたい2年住んだら家賃上げてくるし、じゃあ引っ越そうみたいな。ということで19時になりまして、マップ更新しましたね。よかった。1時間更新になるということが分かりました。いや、これはよかった。どうしましょう。星9のパウルもいます。近くにいますね。アンジャの船の裏に星9の
しけドスジャグラスいますね。これ行きます？行きましょう。このジュラトドスの近くのはどうですか？星、あ、これも星9だ。めっちゃいるじゃん。うおー、有力なかけら3個ゲットしましょう。ドスジャグラスから有力のかけらいただきます。今1回ずつですよね。2個ずつですもんね。2人同時に出るみたいな欲しいですね。それ欲しい。サムネに流玉のかけらいっぱい入れたいんで、詐欺にならないようにたくさん出したいです。リアルな流玉。そう、今まだ4個しか置けないサムネイルに流玉のかけら。この辺でちょっと1をつ入れておきたいんですけど。いやいや、ちょっとやめてくださいよ。自分だけ抜けがけダメですよ。あ、ちょっと頭がちょっと SP をいいタイミングで SP 当てましたよ。おやる。ほっこりよ。これは出たね。これは出た。さすがにこれはすごい。うわー、たてがみいらないよ。今回はジュラトド数はまあまあの脇って感じですけど、星9が結構湧いてるって感じですね。まあ、4周目と5周目の人で歩いてると効率いいですね。やっぱめちゃくちゃいい。全然違う。狩猟時間も短いし、うんうんうん、もう狩猟できないモンスターがいなくなるから本当にいい。これをやってしまうとちょっと進めるか悩みますね。でも星9からのドロップ率考えると進めたいですよね。進めて強くなっても星9ゴリゴリに周回したいですよね。あ、それあり。お互い今度は G10 の武器で狩猟みたいな。中学校前ですね。星9ドスジャグラスいきます。お願いします。中学校の時の記憶ほぼないですね。イベントとか友達と遊びに行ったこととか覚えてるけど、何考えてたとか覚えてないよ。多分恥ずかしいことを考えてたから、あの中二病的な。だから多分自己防衛本能のためな。自己防衛本能が働かない。くっ、回復薬。一人だけ流玉が出るパターンではやった。いやでも一緒にね、出したいですね。じゃあ僕もちょっとやめてください。ちゃんとやってください。ずるい。ずるいじゃない。でもこのパターン私知ってるんですよ。私だけ力尽きて私に出るかと思ったら枝豆さんにしか出ないパターンですね、これ。ゲーム実況歴10年ですからね。なんと私が欲しいもの出ないのもう伝統芸で。強化にとかですね。今日よくご存知で。ちょっとやばい。ちょっと OK。 さあ来たぞ。あー、あ、でもここでジュラ星8がいますから。OK、ナイス。失敗いけるかな。やってみましょう。OK です。SP あるんで SP 打ちます。ちょっと早いかな。あ、外した。頭に入っちゃった。すいません。もう一匹いるんで。もう一匹行きましょう。あ、でもここで流玉のかけらが出ない。中学校のお友達とかとまだ交流ありますか？一人だけですね。うち女子校だったからなんかクラスで仲いいみたいな感じですね、まだ。ただ私が YouTube やってるの中学校の友達は知らないと思う。黙ってくれてるかどっちか。黙ってる。違う。黙ってるかもしれない。いやでもなんかゲームとかしないんですよね。ポケモンはやってるかもしれないけど、それ以上多分やらないから。でもモンハンナをきっかけで知るかもしれない。あー、ポケゴーからね。可能性ある。出ない。レア1。今まだ流玉のかけらがサムネイルで4つしか使えないから8個置きたい。8個置きたい。うわー、ちょっと私の顔が前にあって。流玉のかけらを周りに散らすサムネイルを作りたいです。流玉のかけらでこうポンデリングみたいに。そうそうそう。モンハンナを始めてから、はい、毎日すごいカロリーを消費するんですよ。お、どのぐらいですか？800とか。あ、私もそのぐらい。アップルウォッチさん教えてくれる。あのリングがね、こう回るんですよね。そうそうそう。あれがもうぐる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 。ほんと痩せました？痩せないですね。枝豆さんフードライターでもいらっしゃるから美味しいものご存知だから。こうモンハンナウして疲れて食べちゃうんですよね、出先で。
めっちゃわかります。外行くとなんかついでなんか食べようかなみたいな。で、あ、こんなところにこんな美味しそうなお店がみたいなね。それしないようにもう食材買いだめてますね。もったいない、家で作ろうって帰る。冬になると、はい、そのあったかい時期よりお腹が空くので。そうなんですね。へえ。そう、すんごいお腹空くんですよ、外でもうずっとゲームしてると。そっか、体を温めるためにカロリーを消費するからなんですね。で、外でだからラーメン食べて、はい、家でも食べちゃうんです。え、やば、気をつけよう。みんな寒い時期のモンハンナウの食欲きっちり対策していきましょう。怖いこと聞いちゃったでも知っといてよかったかも。でも食べないと本当体動かなくなるんで。そっか、食べるもの質だよね。ラーメンとかじゃなくて鶏のささみとか食べればいいんだきっと。取るカロリーの質を変えればいい。お米を抜くやつが流行った時期あったじゃないですか。その時にもうチキンソテーばっかり食べてました。その時痩せるんですよね。結構痩せますね。ただやめるとすぐ戻るから、糖質制限はやるなら一生やらなきゃいけない。本当に糖質をやめるとその水分も一緒に抜けるからスルッと落ちるんだよね、体重は。でもね、体型変わんないのだから適切な運動をして、高タンパク質低脂質の食事をとって、炭水化物がないと脂肪が燃えないからある程度取った方がいいらしいよ。詳しくないけどね、もう分かっててもラーメン美味しいんですよね。うん炭水化物と油が一番太るの分かってるけど、そんなの分かってんだよ、うめえじゃあパオルム星9いきます。はい、頑張ろう。おしゃ私も外しましたこれはでも2人とも外したってことは、2人とも龍玉のかけらが出ると、そのパターン、そういうことですね。来たよみんな、お待たせしました。だけど、あー出ない。出るときはボロボロ出るんですけどね。2枠見たいな。見たい。見たことないんですか。あいつ遅れてる生で見たいX 越しじゃなくてうん、リアニとリアイチ星8ジュラ見えました。ほら、ドスジャグラスもいる。結構近いですね。しかもクリスマス帽子かぶったリオレウスとか出てくるのかな。ポケモン GO みたいに花の冠をかぶったリオレウスと、世界観的にちょっと面白い感じになっちゃうけど、イルミネーション絡まってるみたいな。あー飛びかがちにならん。あ、星9だ。で、奥にドスジャグラス星9もいるんで、もう星9祭りで行こうね。もうジュラは置いてきたやった、尖った通面集まった、行きました、やった。あ、待って、グレード8まで行く、流玉のかけらあるから。やった、いったー、オッケー。あと流玉のかけらが4つあればグレード9になります。グレード9になったらもう多分アンじゃなくて星9もいけるんじゃないですか。いけますね。いけそうですよね。だから今日グレード10にしてメインクエストも進めてやる。うん、レア語なんかドスジャグラス星8いるんで信号待ちでやりません信号待ちで命を奪われるドスジャグラスさん、かわいそう。お疲れ様です。これ渡ります、渡ります。 OK、 消えちゃう可能性が高いです。早く行く、プシプシ。この星9プケプケから流玉のかけら2人とも2つずつ出して、倍にして8つ、サムネに12個流玉のかけらのアイコンを入れましょう。よし、お願いします。お願いします。頑張るぞい。レースピープナイス、頭よいしょ、ジャスト回帰。ペース的には結構良さそうですけどね。どうでしょう、いけてほしいけど、SP 使うか悩みどころ。あっ、あ、使いました。ないです。 OK です。リベンジで、リベンジ行こう。これむずいっすね。大丈夫だ、回復薬はホロインパックでたくさんある。お願いします。まあ、いや勝ちたい。頭に入んなかったけど、ドータによって4700だからあり。ただ枝豆さんが遠い。届くかこれ。 SP、どうしたー、やったー、やったー、うわ、これはさすがに来たでしょ。
チーン。これで我々のジェラトドス大量発生イベントは終わりを迎えましたね。ここでまた8時の入れ替えがあって、もしかしたら何か星級の狩猟しやすいモンスターが現れてくれるかもしれない。ダメそうですか。行ったらちょっとかかりますけど、クルルヤックもいますよ。行きましょう。延長戦行きます。じゃあ流玉のかけらさん借りましょうか。借りましょう。もうドスジャグラス星級は流玉のかけらにしか見えません。よし、来た来たよ、みんな流玉のかけらが。ガリュウギョク、ガリュウギョク、ちょっとなんかクッてなりません？なります。なりますよね。たまちがいい。クッて。皆さんどこでプレイしてるんですかね。みんなどこでプレイしてるの？よかったらコメントで教えてください。明日はどこでプレイされます？立川にいます。おお、皆さん立川で。でも多分この動画立川終わった後ぐらいに投稿になると思います。昭和記念公園にいます。いたらしいです。ジャグラス、さあ行くぞ。流玉のかけら、流玉のかけら、公園だから大きい声出せる、喋れる、嬉しい。住宅街やっぱ撮影の時あれですね、ちょっと気持ち声抑えめになっちゃうから。そうですね、そうそうそう、その問題もありますね。結構歩き安くはあった、公園とかよりも。あっちこっち、お、来た、ナイス。頭破壊まで来ました。さあどうだ。あー、まあでもこっから本番ですから行きましょうよ。この録画中の色がもう流玉に見えてきて、よっ。行けますかね、星級クルルヤック。まあ、いけるんじゃないですかね。スキャン狙いましょう。了解です。頭頭、あ、ごめんなさい、大丈夫です。でもこれでどんぐらい削れるかちょっと最後まで。そうですね。 SP って当てました？はい、一回だけ当てました。僕当ててないんですよ。あ、いけますね、これ。僕ちょっと開幕に打ってみます。了解です。絶対頭に当たるんで。確かに大切。 OK です。打ちます。はい、私も打ちます。来い、当たった。あ、あ、やった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 、ちょっとドキッとしましたね、今ね。あ、いや、出したかった。やったー、バイ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 、うわー、やったー。嬉しい、私今日4つです。ということで今回のジラトドス大量発生流玉のかけらを狙う旅、4周目と5周目の人が一緒に終わったら効率いいんじゃないか、3時間の結果合計で6個でした。まあナイフ前提だけどね。まあ6個も出たっていうのはなかなかすごいね。熱いですよね、本当に1日かけて1個出るか出ないかみたいな感じなんで、やっぱりカメラの充電がなくなったので急遽スマホで撮影してますけど、前はペイントボールでやったんですけど、あれは課金アイテムが必要なので確かに一番効率はいいけど、まあお金がかかる方法でした。ただ今回は完全にね無料の状態でプレイして、そして6個まで出せたんでいい結果だったかなと思います。星級からもちろんいっぱい出やすいんだけど討伐できないモンスターもいるんで、まあ、4周目と5周目の人が一緒に回るとかなりいいかなと思います。ぜひ皆さんもね、お友達のハンターさんがいらっしゃいましたら一緒に回ってみたり、でお友達がまだ始めてないようであればこの機会に招待コードを使ってお友達をハンターにしてあげてください。何か一言、何も出てこないそうです。あの次回こそ、はい、10個出します。10個できないことを言うのやめません。2つ出します。2つ出します。 OK。
あれ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 、2回ね、2回として4個持って帰る。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンハンナオの動画投稿していきますのでチャンネル登録もお願いします。またね、あ、枝豆さんの X は概要欄と固定コメントの一番上にありますので、よかったら私のと一緒にフォローしてください。